ゃあタイトルコールをお願いします。それでは聞いてください、オセロ。音源提供してくださった集まりさんとパソコンから急遽音源を流してくださったふえさん、ありがとうございます。どうですか、感想をちょっと最後に。すっごい緊張して、なんかいつも3人でやってるから1人でやるっていうのが初めてだったから、すっごい緊張して足が震えたりしてたんですけど、皆さんがすごいコールをたくさんくださって、すごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとう。セリフの曲で、ね、なんか歌うんだったら何やるの？なんだろう、アシンメトリー。アシンメトリーがいいんだ。アシンメトリーあるけど、でも PC にしかなんか時間めっちゃかかるし、歌詞がないから。そうそう、しかもこれは歌詞分けだけはちょっと最初にもうしておいたからいけたけど、アシンメトリー何もやってないから、じゃあ今度やるときは、じゃあウエガとマユでアシンメトリー。そう、ね、今度ミヨンが欠席かもしれないし。他のメンバーもね、チェリップだったら何がやりたいのかとか、マユはどの曲ちょっと歌って、ミヨンは本当にオセロ歌ってみたくて、でもマジで B メロめっちゃ好きなのよ、すごいマニアックって。なんで B メロやねんって感じかもしれない、好きだったから歌えて
ハッピーでした、盛り上げてくれたね界隈のみんなに本当に感謝しております。またこういうことがあったね、こういう時に助けだったと思うので、逆があったらまた助けに行こうと思いますし、あと本当に面白かったしね、こういうことなかなかないから、また企画として病欠とかじゃなくてやりたいなと思ってますので、また2人にもよろしく。あと、はい、はい、のみちゃん本当にありがとうございました。ドキドキした、なんかね、いいドキドキ、わかる？なんかワクワクドキドキの。でも意外と歌えてたでしょ、ちゃんと。めっちゃ好きだったなと思ったの。よかったよかった。ではちょっと人緊張も終わったところでですね、チェリップの曲をね、最後1曲歌って、もう突然の1月10日は新年会続編締めていこうと思うんですけれども、もうすぐね2月の9日に鶴さんがついに米子にツアーの一箇所で、また来てくださるんですけれども、そこはチェリップツーマンライブにしてくださっていまして、今からドキドキでございます。で、まあ、鶴さんの曲ね、もうみんな聴いてる人も多いとは思うんだけれども、今日もかかってたりとかして素敵な曲が多いので、ぜひ聴いてみてほしいなという告知と、あとライブね、ぜひ足を運んでくださいっていう意味を込めました。あと宮本一人でも歌えるというもう素晴らしい要素がいつも重なっていますので、この曲をみんなで歌って締めたいと思っております。ちょっと水を飲みますね。みんなも飲みたかったら、15分以上経ってるからそろそろ飲んでくれたっていいじゃない、みんな飲みますよ。ここだけの話があるって、一緒にやらせていただきますけど、生バンドコラボが決定いたしました。おー、そうなの。知らなかった。ここだけの話だよ、みんな分かってる、まだだよ。さっきね、なんかもっと生でやれるバンドで歌える機会あったらいいねみたいな話をしたばっかりだよね。これもめちゃめちゃいいですね。え、まあ一曲ここだけの話なんですけど、チリスのこの曲ですが、なんかもう一曲やるらしいので。え、何マジで、何だろう、知らん、ミオも知らんから勘弁してくれ。チリスの普通のチゲットの予約サイトでも受付を開始いたしましたので、よろしければ、受付とかで買っていただいてると思うんですけども、その方は受付でで手数料がね、多分かかっちゃった人がいると思うんだけれども、その人は半券を見せてくれたら、なんか通称写メで写真を撮るとか、そういう感じでなんかおまけをつけようかなってそれは思ってるので、ぜひローチ系で買ってとか、そういう人もなんだよと思わずに、まあおまけがついたと思って、それで入っていただけると。まあ取ってない人は、まあ今だと、まあ、チゲともあるけれども、ちょっとその特典がね、そっちはつきませんよという感じで、まあお選びください。ではいきますか、みんな歌いますか。もうみんな歌えるよね、多分歌えるよね、今日のこの感じは。ではこれでもあれだね、寒い時期に歌ってもサマーってついてるけど、いい感じに聞こえるのがまだすごい曲のパワーだよね。でも逆にちょっとこういう大人っぽい曲を梅ちゃんとかに歌ってみてほしい感じもあるわ。なんか愛花とかすごいいい感じに歌いそうじゃない、エモ歌いで聞きたいなって思います。夢が膨らみますね、いろいろ。また今日はちょっとね、本当に楽しみに来てくださっていた方、内容が変更になってね、ちょっと残念な方もいらっしゃったとは思うんですけれど もう今日しかできないやつをね、みんなでやって楽しめたかなと思っております。本当に今日
手伝ってくださった、チムラフズのねオールスターズの皆さんのおかげでございますので感謝をしつつ、またそれこそたくさんの人と定期公演次回以降も、ね、盛り上がることで恩返しできたらなと思っておりますので、皆さんに、ね、引き続き協力いただくことには変わらないんですけれども、また力を貸していただけたらなと思っております。皆さん本当に今日はありがとうございました。今日はね、特にみんな団結力がね高まったと思うので、その曲をこの歌で表していきたいと思います。では早速、もうみんな歌いたいところはガンガン歌っちゃってください。本当にだいぶ聴けると思うのでね、この曲ぜひぜひみんなで今日最後の1曲作り上げていけたらなと思っております。